へこんにちは、速稼塾の久保です。私いつもね、大体ね、家事は全般的にやるんですよ。で、今いつもの夕食ではあるんですけども、今日ちょっとだけね、趣向を凝らしてみました。それはですね、これステーキをね、ちょっと焼いてみました。サーロインステーキ、今朝買いに行って、もうすごくいいやつですね。これ美味しそうでしょ。あとはね、普段と同じセットですね。この小皿がいっぱいついてるのは、こういうふうに煮物とかね、揚げ物とか、こういう風にちっちゃい少量多品種っていうんですけども、そういうのいっぱい並べるのが私好きでね。で、サラダを、最初に食べてもらって、メインディッシュがあるという形ですね。で、私も同じようなメニューです。大体これがスタンダードなうちの食卓で、この一品だけを毎回変えて、豪華だったりサバの煮付けだったり、なんか鮭の塩焼きだったりって感じで入れ替えてますね。で、お昼はここにご飯がつくと。夕食はタンパク質を中心にして、こうね、あれですよ、炭水化物を取らないって感じになってます。まあ、朝昼はね、炭水化物十分取るんですけども、夜は取らないようにしてますね。それでですね、今日はね、なぜこんなメニューなのかというと、ちょっと、その前に一つのろけを言わせていただきます。やっぱりね、愛する人のために綺麗な家を提供したり、それから美味しいご飯を提供するのはすごく喜びだと思うんですよ。だから私ね、家具も結構凝っててですね、今日は2階の絨毯を全張り替えしたんですよ。結構な体力とお金がかかりましたけどもね。それで今日はシークレットでね、うちのお嫁さんはお母さんになったんですよね。で、多分実感がないと思うんですけども、インターナショナルスクールからうちの子供ヤマト君がね、作った金メダルが送られてきました。これね、これ感動するんじゃないかなと思いましたね。うちのヤマト君が作ったのかどうか分かんないですけども、多分担当の保育所の先生と一緒に作ったんでしょうけどもね。でもいいですね。 From ヤマト to マミーって書いてますね。インターナショナルスクールなんで全部英語です。私もだからね、最近はね、書くものと喋ることを英語にしてますね。まあ YouTube ではね、日本語なんですけど、流暢には喋れないんですよ。でもだんだん私も英語の感覚取り戻してきたなってところです。で、今日はこのね、ヤマト君からのプレゼントと、私の場合はいつものメニューにちょっとサーロインがついただけですけどね、これでお迎えしようかなと思っております。やっぱね、毎日ね、奥さんにときめくっていいですね。なんか本当毎日ね、私ね、ああいい女の子と結婚したなと思うんですよ。本当に嬉しいですね。私もだから若く元気で、でもうね、前向きでいないとなと思ってます。本当に元気をいつも奥さんにいただいてます。ありがとう奥さんありがとうね子供にもね、本当に恵まれて、いや本当にありがたいなと思います。よし、今日も喜ばせるぞ